はい、皆さん、毎度毎度。はい、浩平先生、毎度ね、コメントね。動画のようなパーマね、おばちゃんパーマだったら、毛先からある程度伸ばしてね。これね、自分もね、あまり考えてなかったんだよ。自分はもう分かってから、本能でさ、やってるわけ。適当に。で、それをお兄さんに教えようと思ったら、どうやってって。で、ふっと思ったのが、毛先から伸ばせなんだよね。もしかしたら、ブローのコツっていうのは、毛先からやるのがコツかなと思ってね。で、ちょっとそれで自分も考えながらやったら確かに毛先からやった方が楽なんだよ。だからそれをね、お兄さんにね、まあ、毛先からブローしろ、それがコツだよとは言ったんだけどね。で、特に今の仕事のスタイルはスピード効率重視なので、ドライヤーで毛先を手ぐしでほぐしながら、ほとんど乾いたところをブラシで一気に伸ばします。これがでも正解なのよ。湿った時からね、ブローなんかやったってね、形なんかつきゃしないんだから、乾く最後の一発が勝負だよね。結構ね、ブローで乾かしてもね、湿気って残ってんでね、で、ブローしてさ、で、最後にカーラーで巻くじゃない？そうすると結構癖がつくんだよね、まだ水分が残ってっから。一晩寝たやつとは全然違うんだよね。一晩寝たやつをホットカーラーでいきなり巻いたって全然癖がつかないっていうの？あれこそオーバードライだよね。よくデジタルパーマの仕上げでフィンガーブローでさ、カール出すじゃない？手で巻いて。あれもさ、湿気ってる時頃からさ、やってさ、頑張ってやってるおっさんいるかもしんねえけど、あれも無駄なのよ。もう最後の最後まで、とにかくバサ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 乾かしてってね、最後の一発、最後の一発、これ見極めるのが大変なんだよね。でもほとんど乾いてる、すべて乾いてるぐらいで、手でくるくるって巻いて、熱をかけてね、で、冷めるのを待って手を離すと。これやっぱりコツってなるよね。そのコツが分かってないという人ってのは、最初からさ、ねじくってさ、一生懸命さ、汗かきながらやってんだ、あれ。お疲れ様だよ。あと、お客さんがブラシで伸ばして欲しいと希望する場合だけ、ブラシ仕上げをするだけで、基本は簡単なハンドブロー。うちは簡単なスケルトンとかかな。で、セニングしてるから、やっぱりある程度ブラシでやんないと、セニングの毛が取れなかったりするのよ。そこだよね。手だけだとちょっと取れないっていう場合があるよね。だから、タンクルティーダーで溶かしちゃったりね。私が見習いの頃はスタイリスト美容師によってブローの仕上がりに意見の違いがあって、そらもう10人いれば10人それぞれだよね。パーマかけた後に伸ばしすぎたらもったいない。かけたパーマが取れたらどうする？取れるわけねえじゃん、パーマが。緩くウェーブを残してブローしろって言って、好き勝手なこと言うんだったら自分でやれっての、そんなの。わけわかんねえよ。パーマをかけたんだからしっかり伸ばしてビシッと綺麗に流れる、ツヤのあるブローしろって。まあ、だからじゃあ最初からどうするか言ってくれっての。で、これをさ、まあ今自分が考えると、パーマかけた後伸ばしすぎたらって、最初から緩いんじゃねえの、パーマ。ねえ。パーマが取れたらどうするって最初からかかってねえんだよ、お前。緩くウェーブを残したブローしろって、だからパーマがかかってないの。うん。パーマかけたんだからしっかり伸ばしててかかりすぎ。だから先輩はね、やっぱりパーマ下手だったりするとね、仕上げでごまかさなきゃいけないわけよ。だからもうカリ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 してんだよ、まあ、って緩いパーマさ、ちゃんとブラシてくれよって、なんで伸ばしちゃうんだよ、緩いんだからって、でさ、分かってんだよ。それをさ、スタイリストのせいにすり替えちゃう？他人のせいにするんじゃなくて、自分のパーマが下手なんじゃないのってことだよね。言い訳するってしてんのは美容師の先輩だよ。もう先輩が最初からそういう指示すればいいしね。だから神様じゃないんだからさ、先輩の考えてることも分かんない、お客さんの考えてることも分かんないしね。だからアシスタントには通じないって分からないんだよ。それを理解してない先輩っていうのもなんだかなと思うよね。当時、美容技術はワンパターンで特定のスタイルの技術をコピーしなければいけないと思い込んでいました。スタイリストの派閥があって誰に技術を学ぶべきかの議論をしたりね。これはもうスタイリスト10人いたらもう10人それぞれ、みんな違うからね、考えてること、やってることがね。で、それぞれの答えがね、すべて正解なんだよね。で、正解の答えが10人分あるってことだよね。だから分かんないんだよ。それをさ、アシスタントがさ、理解できる方はできないんだよね。まあ、インスタントラーメン茹でて作るわけじゃないから、もうほんとそれぞれなんだよね。そのインスタントラーメンだって固茹でがいいとか、ちょっと煮込みすぎた方がいいとか、それぞれなんだよね。だ、そんな趣味嗜好ほんとわからないよ。アシスタント3年目くらいで最終的にスタイリストの好みに合わせてブローを含む技術の使い分けをすれば良いと気づき、それはすごいね。うん。技術の幅を広げるようにいろんなパターンを覚えるべきだなと認識しました。だ、結局さ、技術者よりブローが上手くなったらどうなのよ。つ っても、下手くそな技術者がやったパーマとかさ、カット、どんなにブローやってもおかしかったりするよね。
アシスタントが一生懸命ブローしてトップが潰れてもうボリュームが出ないと、でサイドが膨らみすぎる、ボリュームが出すぎで、もうそれ以上できないと、それでもって先輩に代わると、先輩がなんだこの下手くそなブローっつってトップボリュームが出てねえとかね、そしたらお客さんにね、上が長いからもっと切ってくれって、だからボリュームが出ねえとかね、サイド膨らみすぎてる、もうこれもうサイドレイヤー入れてすいてくれとかね。でそこでね、お客様の話を聞いて入っててカット直せばいいよ、トップは負けばボリューム出ます、サイドはヘアクリームで潰してください、そういうこと与太夫美容師もいるんだよ、自分のね下手くそカッターを棚に上げて、ちょっと言われたんだからさ、入ってて切った方が簡単なんだよ、言い訳考えて言うより。まあこうやって自分なんか三助カットっつってね、お客さんの言われた通りね、はいはいっつんでね、どうっつったら、はい、ちょっとこれここ長いっつったら、はいはいってね、ちょっと様子見て切ってね、5ミリぐらい切るぐらいでも全然違うっつうんだよね。でこのね、三助カット、まあお客さんの言ったとことをちゃんとやるってことだよね、言われたら切るみたいにね。でその時やっぱり正確にスライス取ったりするとね、分かんないんで切るとこね、だからごっそり毛束を取ってきてみると、確かにお客さんが指摘したとこっての、5ミリぐらい長かったりするんだよね。でその5ミリ切るとね、おばちゃんカットの場合ね、こういう今見てるような感じの方のカットね、と全然違っちゃうんだよね、数ミリ切っただけでね。だその違いが分かるとね、カットのね、本当にカットが分かってくるっていうの、違いがね、ものづくりの違いっていうのが分かってくるよね。今思うことはお客さんの要望と好みに合わせて技術提供することが一番大事なこと。そうなのよ。だから下手くそ技術者がカットした頭、下手くそカットだよね。そんなのね、ブローしてね、いい頭になる方はならないのよ。だからそれを鏡を見ずにスタイリストの顔色を見て仕事をしていたって、もう根本がね、下手くそカットだと思った方がいいよね。30歳ぐらいの先輩が切ったもんなんか。まあ、ワンリングスのシャギーとかだったらそんな差はねえと思うけど、それでもね、内巻きにしにくい髪の毛をね、内巻きに切ったんだから、ブローで内巻きにしろって無理な注文ってのもあるよね。あんなの内巻きにしないでまっすぐにスッとしておいた方が綺麗とかってね、そういうのあるからね。だから技術者の方もね、アシスタントにブローをやらせるときはね、もう怒られる程度の仕上がり8割ぐらいやっといてという感じでね、軽くさせてあげるといいよね。で最後の残り20%のフィニッシュは自分でやると、そうしないとやっぱりトラブルが絶えないと思う。これは技術者が考えてることなんかアシスタントなんか絶対に分かんないんだから、で分からないんだから、軽くやっといてブローしていてって、ちょっと濡れててもいいよっていうぐらいでね、ほんで適当にやっといてもらうと、であとは仕上げはもう好きなように技術者がやればいいんだよね。で本当にアシスタントがさ、自分と同じにできたら、その技術者いらないわけだから。ねえ。はい、お疲れ様でした。